みなさんこんにちは、神崎チャンネルのカンナです。うい。さて、さあ今日もやってまいりましたお菓子タイムでございます。さて今日はなんだっけ、そうそう、おすすめがなんかいろいろセブンイレブンとかで聞いてきたんですけど、最近のおすすめはなんかもうこれがおすすめっぽいですね。この辺とかこの辺とか、さあこれのレビューをしていきましょうか。じゃあ神崎チャンネル始まるよ。よいしょ、はいどうぞ。切らずにそのまま行こうかなと思って。さあさてさて、これアソリカ行く、アルフォート、アルフォートさんはね、なんかバナナ感じです。そうですね、バナナな感じですね。はい、色違います。色、はい、なんかもうね、これ何、新しいの、はい、よくわかんないんだけど、黄色です。はい、これですね。あのいつも黒いやつはまあ何度か、まあそれも何度かっても 2,3 回ぐらいなんだけど食べたことあるんですが、優しく香るバナナの味わい、ミニチョコバナナ。これセブンイレブンで買ったんですけど100円だったんですよね、うん、まあそれに税金入るのかな。なんでまあまあなんかちょっと安いなと思った感じでしたね。開けられない。はい、やばやばい、いい匂い。はい、まだ開けられないんですか。おいおい、3年ぐらい経つぞ。よい、はい、しょよいしょ。はい、もうなんか若干汚らしくなったけど、はいどうですか。おい、お美味しそうじゃないでしょうか。なんか随分光ってんな。はい、あ匂いかも。あすごいバナナのいい香りよね。はい、バナナチョコ、これ初めての、うん、カタカタカタ食べるの初めてです。はい、いただきます。うまっ、そんなに、うまい、うん、いやパパも食べてみたけどまあまあうまい、うんまあ、くるくる合うね、きっとバナナチョコ。まあもちろんあの通常のやつは通常のやつで普通にうまいなと思ったけど、これはね、バニラのチョコの茎派なんだ。何言ってんだ。はい、ホワイトチョコ、あ、まあちょっとホワイトチョコに近いかな、確かに、がバナナの香りがすごいするね。まあ味っていうより、まあバナナの味もするけど香りがすごい強い、うん、でなおかつこのクッキーを、なんだろう、あクッキーってビスケットな感じなのかな、うん、うん、若干ビスケットで、あこれ多分ね3種類かも、うん、ちょっと違うと思うんですよね、普段売ってるやつと。3種類かもしれない、ね、うん、ビスケットは向こうの方がうまいと思う。それちょっと気のせいかな、ミルクチョコとホワイトチョコ、はい、はい、よく分かりませんけど、3種類、うん、3種類ないっしょ。どういうこと、3種類ってどれ、これとこれとこれの話、チョコレートの話終わったの。はいはいはい、じゃあチョコレート、はい終わりました。はい次、はい時間越してきました、はいソースマヨです、はい行きましょうか。おいおい、やばなんでパパ匂いが、あのあれだってこっちが匂い飛ばせ、ほら匂い飛びますか、無理です、やば、うまい、うまい、これうまいね、この味消化しないよね、これね、してないと思うんだけど、やば、あこれもめっちゃうまい、やばすげえ。なんか最近ベビースター系よく話してるけどこれめっちゃうまいな、うん、なんかソースとマヨで、あ、うんうんうん、焼きそばみたい、何、焼きそばみたい、おうおう、そうだね、焼きそばの味するね、その通りです。もんじゃっていうか、焼きそば。あーこれもんじゃなんだね、あーそうか、ソースマヨもんじゃって書いてあるもんね、うん、そうね、どっちかっていうと焼きそばの方が近いわ、おっしゃる通り、近い、うんうんうん、はい最後うま塩いってみましょう、うん、あこれババ、うん、これ一番好きだわ。あ、私もそう思った、うん、あ開けられないんですか、すちょっとなんかピースとかしてて。
はいはいはい。それどんな感じですか？なんか結構あれだね。なんかあの片揚げ。セブンイレブンの可愛いお姉ちゃんが勧めてくれたんですよ。うま塩味。レジに入ったら、あ、これも美味しいんですよとかって言って教えてくれたんですよね。片揚げの形と一緒です。で、はい、何言ってかわかんないですけど。片揚げの。片揚げって何？ポテトのあれでしょ？うん、形をしてるよね。めっちゃうまい。ナチュラルポテトうま塩味、これおすすめっすわ。うん、うん、ちょっとなんかあの後味がいまいち良くないかなっていう部分はあるけど、でもうまい。うん、うん、いやめっちゃうまいわ。うん、うん、どれも当たりだったね。もし見かけたらうま塩味アルフォートバナナ、バナナチョコバージョンです。はい、あとソースマヨ。まあうん、どれ今日一番っていうのはないけど、特にソースマヨもんじゃとうま塩のこれはすごい美味しかったね。これめっちゃ一番。あ、一番？これ？うん、これもどっちもあれだね、セブンイレブンのオリジナル商品だね、多分。うん、うん、美味しかったです。これ2番。はい。で3番。あ、何？うま塩3番？うん。あ、そう。なんかね。うん。甘い感じ。うん。ちょっと甘い感じ。あ、そう。言ってることがよくわかんないけどね。ちょっと甘い感じなんだらいいんじゃないでしょうか。あ、皆さんちなみにどっちかというとしょっぱいです。まあでもちょっと甘みを感じるかな。まあいいや。ってことで、じゃあ今日は缶つばきおすすめ紹介で終わります。じゃあかんな締めるわよ。グッドボタンを押してください。チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画を見てください。バイバイ。はい、バイバイ。